い、どうもこんにちは、たかしです。はい、やってまいりました、たかしずワンピースチャンネル、今日もあれです。はい、テンション上げていきましょうよ。まあ夜なんですけどね。ちょっと夜ですけど、このテンションでいきます。ちょっとまあ静かめにテンション高くいきましょう。よいしょ。はいはいはい、やってまいりました。今回ですね、僕ルフィを進化させたいと思います。はいはいはい、そんなこと動画にすんねえって感じですけど、いや僕にとってはね、ちょっとまあ特別なんで、やっぱルフィっていうのはね、いきましょう。キャラ進化、そうです。いやもうね、ルフィね、結構早い段階で僕もマックスにしてたんですよ、レベル。やっと今日動画がやっと撮れるんで。いきます。はい、ルフィ、おい。まあ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 、ちょいちょいね、助っ人とかで使わせていただいてたんで、まあわかりますけどね。いきましょう。さあ、これね、なんかもともとこの2つもらってたんで、いきます。ルフィ進化させます。いきます。進化、おちょちょ、おお、俺の仲間みたい。やばい、やったよ、超激レア敵入りました。はい、やってまいりました。ルフィ進化させました。ゴムゴムのバズーカ、ボンキーディルフィ、コスト7ですね。で、攻撃227のコンボ6、回復39、まあ400、わあ、まあ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 、でも1でこれだったら、まあ育てれば結構いくんじゃないですか。で、次がまあ35までと、レベル35で、次があれですよね、もうおそらく噂ではギアセカンドになると。てかまあそうですよ、確かね。なんか攻略サイトとか見たら、もうギアセカンドのルフィの絵は載ってたんで、多分このバズーカを進化させるとギアセカンドになるみたいですね。で、星が5個になるらしい。はい、で、必殺技ゴムゴムバズーカ、攻撃力15倍の力属性ダメージ、で、戦長効果がゴムゴムパワー。まあその辺は変わんないのか。ちなみに今のバズーカのルフィが進化するとこのギアセカンドのルフィになるしです、ここの。楽しみ、楽しみ。早く進化させよう。はい、そんな感じでルフィ進化させてみたでした。はい、今日も動画見ていただきありがとうございました。はい、僕ツイッターやってますので、ぜひフォローお願いします。はい、評価コメントしていただければ非常に喜びますので、ぜひぜひお願いします。はい、チャンネル登録まだの方いらっしゃいましたら、チャンネル登録ぜひぜひお願いします。スマホの方は下の方のチャンネル登録ボタンからチャンネル登録お願いします。はい、僕チャンネル3つ持ってます。たかしず TV、 たかしずミュージック、たかしずワンピースチャンネル。この動画はたかしずワンピースチャンネルの動画でございます。どれもチャンネル登録していただければ非常に励みになりますので、ぜひぜひお願いします。はい、でですね、僕メルマガ、配信しております。一応ですね、僕の ID そちらで公開させていただいてます。一応ですね、そちら無料ですので、ぜひぜひ登録お願いします。はい、それでは今日は終わりにしたいと思います。 YouTube 王に俺はなる。みんな俺の仲間だ。はい、じゃあまた動画見てください。バイバイ、たかしでした。明日も頑張っていきましょう。頑張るな、バイバイ。バイバーイ。